皆さんこんにちは、フェリシティです。今日はドリームキャストのコントローラーについて、ちょっとしたメンテナンスや修理の様子を紹介したいと思います。結構ドリームキャストのコントローラーの修理とかって意外にないんですよね。YouTube の動画には。まあ壊れたら買うって人が多いんでしょうね。ではまず、ドリームキャストのコントローラーについてちょっとした紹介ですね。こちら、メインで使ってる欧州版のコントローラーです。後期型ですね。十字キーの高さがあって、LR トリガーが初期型に比べて多少強化されてます。で、こちらが初期型。十字キーの高さが低くて、LR トリガーがちょっと弱い作りになってます。トリガーの部品の、回転の軸となる部品に、ちょっとスリットが入ってるんですよね。初期型っていうのが。で、そこが弱くて、結構荒く、斜めから押してしまったりすると、その部品が折れたりすることが多かったんですよね。で、割と早く改良されました。まあこれは初期型ですけども、やっぱり折れて、エポキシパテとかを使って直したりしました。ドリームキャストのコントローラー、プルプルパックをつけてますね。振動パックですね。で、こちらがビジュアルメモリ。誤解している方がいるかもしれませんけれども、ゲームのセーブに電池は使えません。なので、絶縁体をつけたままで大丈夫です。これで電池を使うのは、あくまでも、ビジュアルメモリ単体で、セーブデータの編集や削除とか、あと、ビジュアルメモリ用のミニゲームを遊ぶときだけに使うものです。普段は、電池を全く使わないので、差しっぱなしで大丈夫です。で、ドリームキャストを起動するときにこの音が鳴ってれば、きちんと接続されているということがわかるので、ちょうどいいと思います。まあこれがピーピーうるさいという人もいるんですけども、まあドリームキャストの起動音だと思ってください。で、この P の音にも特徴があって、初期型のビジュアルメモリだと、音が長いんです。後期型だと、このぐらいで済んじゃうんですよね。ドリームキャストのコントローラーは、さっき言った壊れやすいところは、初期型の LR トリガー、そして、この十字キーとか、特に A ボタンのボタンの消耗、ボタンのゴム部分ですね。消耗しやすいっていうのと、そして、このケーブルですね。ケーブルが接触不良になりやすいというか、まあ、断線しやすいんですね。例えばこれ、コントローラーの B ポートにこれ刺さってるんですけども、ちょっとこの辺が、この辺とかこの辺弱くなりやすいんですけども、世界一コントローラーの不調を発見するのに分かりやすいコントローラーですね。ビジュアルメモリに電気が流れるか流れないかで、その断線が判断できます。今回はそういうものを含めて、コントローラーの修理とかの紹介をしていきます。ドリームキャストのコントローラー、結構レトロブライトしましたけども、うちにはまだあります。こういう感じのものが。アナログスティックも黄色くなってるし、まあ、全般的に黄色いですね。汚れもあるし、しかもこれ十字キーがもう押したら元に戻らないような感じのふにゃふにゃな感じになってるんですよね。さらにケーブルが硬化して割れてます。もう硬くなっちゃって、
まあ、LAN ケーブルとかこういうにはよくあるんですけども、ちょうどこの辺に挟めるところが硬くなりやすいんですよね。でこちらはアリエクスプレスで購入した、交換用のドリームキャストのケーブル、こちらを使って修理します。これ本体のドリームキャストのコントローラーよりもかなり白い色になってますね。元々の色よりも。あとはこれもレトロブライトして綺麗にした上で、ここのパッドも交換という感じですね。中を開けた状態です。十字キー部分のラバーはこのようにところどころ切れたりして、もう真ん中も引っ込んだ状態になってますね。反動力がほとんどないような状態になってます。これも交換ですね。なんとか綺麗になりました。このやたらツヤがあるのはこれヤスリで削ったりしたんでしょうね、きっと。当時その変色がどういう感じで起こってるのかは分からなかったので、ヤスリで削れば白くなるだろう的な考えで削ってましたね。でこれだけではまだ終わらないんですけども、とりあえずこちら新しいケーブルに交換しました。この部分をカチッと差し込むだけで交換が済むので楽です。この古いもうひび割れたケーブルは何か使い道あるかもしれませんけどね。新しいケーブル、ここが短いんですね。同じ部品を流用してるのかと思ったんですけども、ちょっと違うようです。で、まだコントローラー問題がいろいろありまして、この、やはりこのゴム部分がもう完全に劣化して、その押した後にもう沈んだまま戻ってきにくいって感じのところがありますね。で、これを交換したいところなんです。で、こちらも AB、XY ボタンですけども、特にこの A ボタンの部分が全く反発力がなくて、もう切れてます。例えばこのボタンの裏に十字が切ってあるんですけども、その跡ががっちりついてますよね。で一番よく押す A ボタンが一番最初に寿命が来ちゃうわけですね。で、替えのゴムなんですけども、他のいろんなゲーム機のそのボタン部分のゴム、替えゴムですけども、アリエクスプレスとかにもサターンを含めてほとんどの機種が売ってるんですけども、ドリームキャストだけ存在しないんですよね。まあサターンよりも世界的に売れてるはずなのにドリームキャストだけないんです。これはどうしたものかということで、なんとか代わりになるものはないかなということで、とりあえずこちら購入しました。 PS3 用のボタンのセットです。これ1つ33円で3つ購入しました。送料込みでも195円ですね。でこれのちょうど十字キーの部分が同じような形だったんで流用できるかなと思ったんですけども、セレクトスタート PS ボタンで、こちらが L1 L2 R1 R2 で十字キーなのか、あれはなんていうのか、方向キーで、こちらが丸三角四角バツのボタンですよね。ボタンの位置的にはだいたい同じような感じなんですけども、流用できるかといえば微妙なところなんですよね。全くそのままの形では流用できにくいです。十字キーもサイズはちょっとに、似てるんですけども、この穴のサイズがちょっと合わないですね。だからちょっと工作をした状態で使わなければ流用できないかもしれません。まあ要はこの部分さえあればなんとかいけるとは思うんですけどね。ここの真ん中の軸となる部分を切り抜きました。もうこっちの
もうほとんど全てもう引っ込んだままのような状態になってるので、でここの部分はこのパーツによってこの真ん中の部分に当たってこのスムーズに回転するようになってるんですけども、こちらの方もちょっと雑ですけども広げた状態で少し切り抜いてって感じでこのようにしてはめてみようと思います。ちゃんとできてるかどうか微妙なとこですけども、これ実際に組み込んでみないとどういう感じになるかわからないですけども、とりあえずこんな形になります。ずれそうだな、まあとりあえずやってみます。でもう一つのこちらなんですけども、まあこちらは A ボタン以外はきちんと生きてるので、ここのボタンを切り抜いてはめ込むという形にします。このが周りを切って、切り抜く方法でやろうと思ってたんですけども、これ意外とはめたらぴったり合ってしまいましたので、そのままやってみようと思います。いけるかなと思ったんですけども、ボタンが硬いです。ものすごく反発力も何もないというか、逆にこちらはまあいけるかなという感じですね。やっぱり切り抜き方式でやります。一応こんな感じで移植ですね。でもちょっと PS3 の方は高さがあって難しいかもしれませんね。ちょっと硬いですけども、まあとりあえずは大丈夫そうですね。十字キーも前の押した感じさえしないものに比べたらはるかに良くなりました。で、ケーブルは綺麗な新しいものになりました。まあこれで一つコントローラーが再生できただけでも良かったですね。あとは動作確認ですか。十字キーなんですけども、どうも押した反応が反映されてないというか、押せたり押せなかったりというか、特に下の部分ですね、下だけですね、波動拳、いわゆる波動拳のコマンド、下斜め下、まあ右左そのどちらかのコマンドが相当意識しないと出せないって感じになってますね。でちょっとスーパーファミコンから十字キー部分のゴムを借りて試しにやってみようと思うんですけども、やっぱりこの穴のサイズがドリームキャスト純正のこの中心点をずらさないようにするやつよりも大きくて合わないんですよね。そのあたりをどうしたものかという感じですけども、これなしで本来ドリームキャストのやつをこの部分で止めたりはしないんですけど、なぜかついてるんですよね。ずれるとは思うんですけども、とりあえずこれでやってみます。普通にこの波動拳のソウルフィスタのコマンドをやろうとすると、まあ、出るときは出るんですけど、なんか斜め前にジャンプしてしまいますね。どうやってるつもりが、やっぱりスーパーファミコンのやつでもそのまま使ってもダメですね。軸が固定されてないと打てないです。これなぜか下だけが効きにくくなってるんですよね。まだちょっと不完全ですけども、さっきのスーパーファミコンの十字ゴムよりはマシって感じですね。まあちょっとしばらくこのままで行くしかないですね。ドリームキャストコントローラー110円、僕は基本的にニコイチが嫌いなので部品取りという感じにはしたくないですね。
なるべくこれを直したいと思います。なるほど。この折れた部分をテープで貼ったんですね。この旧型の LR トリガー、ここに切れ込みが入ってるんですよね。だからこの部分がすごく弱くなってるんですよ。というか、あれですね、この。ああ、引っ込んでるな、これ。こっちも。こっちは、片方が完全に折れてますね。110円で買ったドリームキャストのコントローラー、まあ中の修理もするんですけど、やっぱりこれ綺麗にしたいですね。洗ってからまた白くしたいと思います。レトロブライト、綺麗なやつはこんな色してますからね。全然違いますよね。まあ時期が時期だけに完全室内の方法でやりたいと思います。テープが厳しいですね、これ。どうしてですか？飛んでこなかった。沼の主なんてバカバカしい。これはきっと準備体操を満足にしないまま潜ったせいでしょう。まあな、おろいの沼と言っての。お前助けろ。人間とは愚かな生き物よ。いやいや、じゃあ近くに。すいません、機械弾見ながら失礼します。押しておられんぞ。以前修理した時はもうここにパテを完全に埋めちゃって、もうこっちから力がかかっても折れないようにしたんですけど、今は UV レジンという便利なものがあるんで、それで固めちゃおうかなと思います。一応今瞬間接着剤の上から重曹を巻いて、その接着力を高めたんですけども、一つ欠けてた部分はプラ板を使って、まあとりあえずの形は作ったって感じですね。この後にこの部分の突起もつけるって感じで、まああとはここの裏をUV レジンなどで固めて強度を上げる感じでしょうかね。で、別にこの前入手した他のコントローラーを見ていたら、これも LR トリガーが明らかに壊れてますよね。まあ、ついでなので、これも直すしかない感じですね。普通に当ててもいいんですけども、今コントローラーを漂白してるところに一緒に突っ込んでおきましょう。両方折れてます。かけらが残ってるといいんですけど。 あった。こちらはなんか微妙な状態ですね。すごく一つ、結局これ部品がなくて、左右一つずつしかなくて、こういう状態でしかついてないですね。困りましたね。これはちょっと保留な感じですね。
まあ先にちょっと加工をしてた LR トリガーの部品で、まあ最初の方はこの部分だけが部品がなくてプラ板を足して作ったものなんですけども、この回転する突起の部分を作るためにちょっと型取りをしたいと思います。 LR トリガーにまあはめられるようにして突起の部分だけまあ通過しているような感じで部品を作りました。部品じゃないな、型を作りました。でこの突起を作りたいやつにはめていきます。こんな感じですね。でこの部分に UV レジンを流し込みます。流すというかちょこんと大きいような感じですね。見えない部分なんで、はみ出したり大きければ後で削ればいいので、 UV レジンで突起部分を作った状態がこれですね。まあ全く同じ形とか同じぐらいの飛び出し方ではないかもしれませんけど、まあこれでなんとかいけると思います。まあ多少浅い方がはめるのにちょうどいいです。まあ結局は力づくって感じでしたけど、まあなんとかはまりました。特に引っかかるようなこともなく動いてます。 LR トリガーも直りましたので、ではレトロブライトして綺麗にしたコントローラーと合わせて組み立てていきます。できました。まあシャカシャカうるさいですけど、LR トリガーはまあ普通にできるようになりました。で綺麗になりました。どのくらい綺麗になったかというと、この前レトロブライトの動画でかなり綺麗に白くなったなぁと思ったコントローラーよりも色が白いんですよね。これとかもやはりどうしても色落ちしてしまいますよね。まあ日光で一日のインスタントレトロブライトみたいな感じだったので仕方ないのかもしれませんけど、これで110円のコントローラーが直りました。テープで巻かれてたのも綺麗にしましたし、動画の冒頭でケーブル部分を変えて中の十字キーと A ボタンを修理したコントローラーですけども、やはりまだ納得がいかないですよね。あの後もドリームキャストの十字キーにぴったりな、まあ、このゴムの部品いろいろ Nintendo 64とかゲームキューブとか試してみたんですけども合わないんですよね。やはりどうしてもこの真ん中の軸がここの十字キーの部分にぴったりと合うものじゃなければダメなんですよね。相変わらずドリームキャストのゴムの部品は売られる気配がないですしね。というわけでなんとかこの部分をこんな不安定な形ではなくしっかりとしたものにしようと思って接着することにしました。ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンゴムの接着剤です。ただどうなのかな、これぴったり合うんでしょうか。プライマーを塗ってから接着剤を塗るという形になっているようです。ただこの平らなもの同士をくっつけるわけではないのですごく不安定なものなのできちんとつくかどうかが怪しいですね。マジックのようになってるんですね。濡れているのかさえわからない。一応接着してみました。まあ結構なそれなりの接着力でくっついてあります。まあきちんと真ん中には固定される感じではあるんですけども、
どうでしょうか。ドリームキャストの十字キーのラバーというかゴムは、そのしっかりくっついてくるとこっちの基板側にぴったり貼り付いたんですよね。この軸はともかく、まあこういう状態になれば結構効きも良くなるのかなとは思うんですけども、何しろ替えが売ってないのが辛いですね。アリエクスプレスにもサターンのはたくさん売ってるんですけども、ドリームキャストはないです。誰か作ってください。あるいはそのドリームキャストにぴったりの十字キーのゴムがあるよ、ラバーがあるよっていう情報をお持ちの方はお知らせください。一応これで止めて確かめてみましょう、どんな感じか。十字キーとか、あの接着で直したコントローラーの感触を確かめるためにちょっとこちらでいろいろやってみます。楽しませてちょうだい。なんか前よりその十字キーの下が弾きやすくなってるような感じがしますね。下だけなんかうまく弾かなかったのが、大丈夫そうかな。じゃあまあ修理というか補修は成功ということで。今家にあるコントローラーを並べてみました。今回修理したのがこの前にある3つですね。これはケーブルの、このケーブルの交換ですね。このこちらと同じものに交換しました。あと、まあボタンの、まあ、ゴムを、まあ、交換というか、まあ他のを合わせたというか、そんな感じですよね、こちらは。で、この二つが LR トリガーの修理ですね。まあ問題なく動くようになりました。まあそして本体の漂白、やはり漂白するとこの中では一番綺麗になっちゃいますね。メトロブライトの動画で漂白してたコントローラーもこんな感じになってますからね。今パッと見、今家には 1,2,3,4 つが初期型ですね。十字キーの高さからまあパッと見た感じでは、あとはやっぱりこのボタンのゴムですね。これをどうやって何で代用するのかっていうのが一番ネックとなってくると思います。今回漂白したんですけど、こっちやらなかった、表の面だけやったんでちょっと色がやっぱりちょっと黄色いですね。それでは今回はドリームキャストのコントローラーの修理とかメンテナンスいろいろ紹介しました。それではこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。